ば、皆さんこんにちは。エヴァンゲリオン、すぐですか？エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン。はい、いただきました。エヴァンゲリオンのラーメン、これ使ってっかな、大丈夫かな、ねっかな。こうエヴァンゲリオンのこれね、3種類。これ何のやつなんやろ、なんか全然わからへんけど、全然わからんけど、もらった。これ3種類もらいました。なんなんかな、これな、非売品って書いてあんねんな、ここにな。こう見てください、ほら、非売品、非売品って書いてある。これなんかあれかな、イベントのラーメンなんかな。だけど全部ね、味がね、鶏ガラ醤油ノンフライ、鶏ガラ醤油ノンフライ中細ストレートセブンイレブンって書いてある。これ全部一緒、これ全部一緒、これこれこれ書いてますわ。うん、4分なんや、食事開始まで4分。というわけでいただいて、非売品かもしれへんけど食べます。いただきます。どれにしよっかな、ネルフのマークとこの女子3人のと初号機、多分初号機いこうか。うん、初号機、初号機にするわ。女子もええけどな。じゃあ早速開けてみますね。なんやこれ、セブンイレブンエヴァンゲリオン作戦始動。なんやこれ、すごいやつなんだな。まあそんなん関係なく食べます。入ってんのは液体スープ、火薬、焼き海苔、麺結構細い、ノンフライ麺、ノンフライ麺らしい、ノンフライ麺。中にはね、7000点を超えるエヴァグッズが揃うエヴァンゲリオンオフィシャルウェブストアとかっていうね、なんかね、その宣伝が書いてあって、お知らせが書いてあるな。新製品エヴァンゲリオン第14巻2014年11月26日発売決定って、発売予定って書いてますね。集めてられてる方はね、私も含め集められてる方はこういうふうにね書いてますんで、エヴァンゲリオンもう予約できてんのか、俺多分エヴァンゲリオン予約してない気がしますね。はい、というわけで、火薬と液体スープは蓋の上で温めてくださいって書いてますので、火薬を入れてお湯を入れて4分後にくるりん。コンソメ生姜味やな、これな。コンソメ生姜味、これウェイパー味って言うけど、ウェイパーだけで食ったことないから、なんとなくウェイパーなんかなみたいな感じな。うん、ポテトチップには合わへんと思います。うん、そんなに美味しくはないな。さあ、そろそろ4分経ってないかな、まだ3分ぐらいかな、どうでしょうね。うん、ちょっと開けてみるわ。エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン作戦始動。どうやろ、ノンフライ麺ってやっぱ大体長いよね。うん、まだ硬そうやな、まだ硬そうやわ。エヴァンゲリオンで角川な、エヴァ角川って書いてあるけど、うん、角川書店から出てんのかな。よし、もうちょっとだけ見てみっかな。これなんなんやろな、書いてあんのかな、それっぽいこと。非売品やから普通には買えへんでしょ、これセブンイレブンでもね。え、エヴァレーシング、エヴァレーシング、パッケージちょっとパッケージちゃんと嘘が、こんな感じのね、エヴァンゲリオンエヴァレーシングモデルですね、これね、エヴァレーシングモデルでですね、こちらがネルフのね、セブンイレブンとのマークとのコラボレーション、緑のネルフマークですね。うん、そこパッケージはこんな感じ。こっちも、まあこっち影か、影みたいなやつね。で、まあこちらはもう剥がすか。こんな初号機の絵ですね。うん、まあ、食うたら捨てるけどな。ここんなんです、黄色い初号機と、なんかあの
パターン青というやつの、あの六角形ですね。はい、じゃあ作りましょう。液体スープ入れます。多分中の麺なんかは大したことないと思うよ、これな。ジャケで売ろうというね、このね、こす汚いね、まあ、ただちゃうわ。あのイベントもんやから売ってへんやろ、非売品って書いて売ってへんやろうけど、うん、なんかそういうやつやと思いますね。うん、汁が机にこぼれますね。うん、よしよっしゃ。これを、要は具ってほぼないよな。ネギとなんかしかないよ。あのチャーシュー的なんないよ。ニンニクラーメンチャーシュー抜きではないからな。ニンニクラーメンちゃうからな。入ってんのはナルトと、これ見た感じメンマ、ネギのみしか見当たりません。あと海苔、焼き海苔、焼き海苔ですね。日清食品株式会社大阪市淀川区西中島の 4-1-1 のやつです。はい、それではスープからいただきます。鶏ガラスープやしな、醤油やしな。うん、ありがちありがちや。うん、うん、あの夜に食いたい味、受験生が深夜に夜食で食べるような味やな。もしくはあの飲んで朝方帰りに屋台のおっさんが出してくれるような味やな。あと居酒屋の締めとかでも食べるような、あの居酒屋にあるようなラーメンなんじゃな。うん、味も、うん、あるよくあるやつやな。カロリーは298キロカロリー。まあそんな重くはないね。まあだからこのパッケージで中身を追求せえへんこの感じ、やっぱどうかしてるよね。あの食文化がこの感じな。やっぱエヴァンゲリオンってそれなりにやっぱこだわってやってんちゃうの。なんかこのなんていうの、パッケージだけ貸してる感のこの中身に対するこだわりのなさっていうのはちょっと切ないな。なんでも金儲けかみたいなね。うん、まあ金儲けよりも非売品やけどな。まあ普通やで、これ普通。これまずいって言うと多分いいと思うけど、だけどこれを、伝説のカップラーメンでやったっていうやつも多分いいな。まあ海苔的にせやな、ほんの一ランクは薬草やな。一時的に薬草や。ホイミとかな。もう初期レベルやね、味的にはな。だから深夜に、深夜と酒の締めに食べたいラーメン、エヴァンゲリオンの深夜の深夜に食べたいラーメンとかやったらな、ええかもしれんな。深夜にこういうことやったらバブルつまいかもしれんね。程よいみたいな、程よいわー言ってな、食べるかもしれない。何もかもがオーソドックス、まあ、だけどあの意味期待を裏切らへんっていうか、ラーメンいやこれみたいなね、感じな。まあだけど記憶に残るラーメンじゃないな、あれ食べたなっていうな。ある意味動画に残しておいてよかったわ、忘れてまうかもしれん。まあ物通りで申し訳ないですけどね。まああのセブンイレブンさんとのタイアップ動画なんでね、これね。すごいお金が動いてますけど、僕に向かって。やっぱね、しっかりしたレビューをね、させていただくと、ジャケ買いして、損したラーメン、CD やな。昔言うとな。
ジャケットかっこいいの中身ダサいみたいなね。ダサくもないかな。ダサくもないけど、2回聞かへんし。綾波レイヤーな、綾波レイヤーって大量生産されてるとかってね、綾波でクローンやったかな。綾波レイヤーはさっぱりしてますというわけで、なんかよくわからんレビューやけど、セブンイレブンエヴァンゲリオン作戦始動の非売品の非売品のラーメンをいただきましたんで、いただきました。ごちそうさまでした。ウェイパーともどももう買いません。このカップ麺も、売ってても買わないです。パテモス業界でした。